S-13 ロケット弾はソビエト連邦によって開発された直径 122mm の航空機用無誘導ロケット弾である。現在はロシア空軍やその他の輸出先の多くの国々で使用されている。S-30MK の主翼下部に搭載された B-13L ロケットポット S-13 は1970年代に当時ソ連軍に存在しなかった。 アメリカの1 2 7 m、mm、m ニーロケット弾のような80から 240mm ロケット弾の中間に位置するロケットが必要とされ、開発された。このロケットには滑走路にクレーターを開け、使用不能にする能力や、降下された航空機シェルターを貫徹する能力が必要とされた。S-13 は標準的なロケットと同様に固体燃料、 ロケットモーターと折りたたまれた安定尾翼を備えた設定である。初試験は1973年だが、公開されたのは1983年になってからである。このロケットは発射管を5本備えた B-13L ロケットポットより発射され、このポットはスマイナス1 7 20、22、五、2 4イ2 5二2 7 ミグ -23BN、ミグ -27、ミグ -29 のような多くのソ連ロシア製、攻撃機、戦闘機が運用可能である。さらに、ヘリコプター用の B-13L1 は、ミ二 -24、ミ二 -28、カマイナス 29TB、カマイナス50、カマイナス52が運用可能である。ありがとうございます。